あ、こちらですよ。いいえ、気にしないでくださいね。あなたを待つのも私にとっては心地よい時間なのです。それではもう少し歩きましょうか。それでは、もう少し…
すっかり遅くなってしまいましたね。楽しい時間でしたが、そろそろですね。もう少しだけ私と一緒にいてほしいとお願いしてもいいですか？お返事はその笑顔で十分ですよ。あちらの静かな小道を歩きましょう。私はあなたと過ごした一日を思い返すたびに心が温かく、そして切なくもなるのです。どうしてでしょうね。あなたは本当に優しい人ですね。仕草の一つ一つにもあなたの澄んだ心が現れていますよ。元気なあなたも大変魅力的ですが、そうしてはにかむ姿はとても女の子らしいのですね。私は本気ですよ。今日はあなたの新たな一面も見ることができて幸いでした。忘れられない思い出になりましたね。あのせせらぎが聞こえますか？森の湖が私たちを呼んでいるような。一緒に参りましょう。本当に心が洗われるような静寂ですね。あなたの気持ちを少しでもほぐすことができて嬉しく思いますよ。さ、遅くなってはいけません。今日はもう帰っておやすみなさい。船までお送りしますよ。とても楽しく過ごせました。あなたがお付き合いくださったおかげですね。そう言っていただけると自信がついてしまいますね。ぜひまたご一緒しましょうね。もしよろしければ私の執務室へも気兼ねなくお顔を見せてくださいね。ええ、お待ちしていますよ。では、私はこれで失礼します。
いらっしゃい。で、今日は何の用なのかな？Thank you.
レディ、驚きましたね。あなたのそんな顔が見られて本望ですよ。長いこと考えていました。私には何ができるのだろうと。魂を病んだ人々のために、その思いにレディが答えをくれたのです。私が守護聖となり腕を広げれば多くの人たちを守れるのだと。これからは月の光のように母上と妹、この星のすべてを照らしていこうと。私は聖地へ参りましょう。レディ、これからもどうかお手柔らかに願いますよ。あなたが持ってるサクリアの印が必要になるはず。もちろん何よりあなた自身に立ち会ってもらいたいし、いいよね。伝説のエトワールね。ありがとう。
この宇宙を愛してくれて懸命に頑張ってくれたおかげで未来は救われたわ。私もよ。今日こうして言葉を交わせて本当に嬉しいわ。さて、積もるお話は後でゆっくりね。儀式を始めようか。ええ、レイチェル。エトワール、石板の神器に封じられたサクリアの印をこちらへ。フランシスは陛下の御前へ。フランシス、よく来てくれました。はい、私は闇の守護聖としてこの身を捧げ、陛下に常しえの忠誠を尽くすことを誓います。ありがとう。この宇宙の新たなる闇の守護聖の名をここに与えます。これで儀式は完了ね。聖獣の聖地へようこそ。これからもよろしくね。そして女王と共にあるべき守護聖をここへ導いてくれたエトワール、あなたはこの宇宙に強い光で輝く導きの星だわ。白金の星飾りをあなたに。とうとうこの聖地中が待ち望んでた守護聖の到来だね。さあさあ、陛下はお部屋に戻って。無理したらダメだよ。本当はまだ出てこられる状態じゃない。ええ、レイチェル、ごめんなさい。みんな、もっとここにいたいのだけれど、あなたとお話の続きも。あなたの輝かしい旅と冒険をいつも見守っているわ。また会いましょう。待ってたよ。ご苦労様。私に手伝えることあるかな。
了解。また気軽に顔を見せてよね。じゃあね。